皆さんこんにちは。今日は女性が恋に落ちるとどう変わるのかについて解説していきます。女性は恋をすると見た目や態度、雰囲気などいろんな面で変化が起きるんです。この変化に気づける男性って正直とても少ないと思います。本来男性は女性の変化に対してもしかして恋では?とあれこれ思考を巡らせること自体苦手なんですよね。これは男性脳の特徴なので仕方がないのです。苦手なことから目を背けずに、今日もゆるうりチャンネルで勉強しているあなたはとても素敵です。あなたには絶対いい恋愛をしてほしいです。では本題に戻りましょう。恋に落ちている女性の変化や特徴を7つ紹介しますので、私と一緒に勉強していきましょう。 1. なんとなく女らしさがアップする。どこがどう変化したなんて明確には言えないけど、顔の雰囲気がなんとなく女っぽくなる時ってあるんですよね。実はこれはホルモンの影響です。排卵期に女性はなんとなく女らしさが増して魅力が増します。これは間違いなく男性を誘うための変化なんですよね。子孫を残すために、子を作るために精子を求めているから、女性ホルモンが増えて魅力が増すんです。私自身、自分の体と顔を見ていてもわかります。その時期になると肌のツヤが増して体調も良くなるし、体型もメリハリが出る気がします。これは現れやすい人とそうでない人の差があると思いますから、それほど変化を感じられない女性がいてもおかしくありません。ただホルモンの影響で変化するのは間違いないと私自身も実感しています。そしてその女性ホルモンですが、実は恋をした時にも大量に生成されます。だから自然と恋をすると綺麗になりやすくなるんですよね。ただ恋で綺麗になったか、生理前だから綺麗になったか、その違いはこの場合見分けるのは難しいですけどね。一つの可能性としてまずはご紹介しました。 2. メイクやヘアスタイルが変わる。女性は好きな人に振り向いてもらうために可愛くなると思って自分磨きに励みます。好きな人が自分を見ているかもと思ったら見た目に気を使わないわけにいきません。ずっと美容室に行かないで放置していたのに急いで予約したり、彼がショートが好きならこれを機にショートヘアにしてみるってこともありますよ。とにかく変化を起こせば、あれ変わった?って声をかけてもらえるかもって期待しているんです。また今までにメイクにそれほどお金も時間もかけてなかったけど丁寧にやるようになったり、ネイルやエステにも行くようになったり、そういった変化が現れることがあります。ただ恋をしたから綺麗になるよりも恋をする前から綺麗でいるという人も実際には多いです。恋愛をしないで自分にお金がかけられるわけですし、いつでも恋愛に備えて綺麗でいようというのも基本ですからね。だから普段からお手入れをしていなかった人に限ってこの変化は特にはっきり見られるものだと思います。そういえば昔好きになった男性がすっぴんが綺麗な子が好きと言ったから普段のメイクが薄くなった人もいましたよ。好きな人の好みに近づくために必要最低限のメイクになったんだと思った記憶があります。3. 痩せる。自分がちょっと太り気味なのが嫌だと思う女性はいつの時代もとても多いです。私の周りにもダイエット中の人がいますが、平均体重や BMI を聞いても全然納得いかなくて、もっと痩せなきゃとか、もっと細くなったら可愛くなれるみたいに思っているんですね。好きになった男性が太っている方が好き、ムチムチしているのがたまらないとはっきり言ってくれれば安心してダイエットをやめるかもしれませんが、やはり体重が平均を超えていたり理想の見た目と違うと太っているからダメって安易に考えやすいんです。痩せ方にもいろいろありますよね。ジムで鍛えたり食生活を見直したり、やり方は人それぞれですが、好きな人に魅力的だと思ってもらえるように細くなりたい、痩せたいと思うのは結構定番です。 4. にやけている。ここまで紹介した部分は女性個人の変化で、必ずしもあなたに対して恋をしているかどうかはわからないという部分でしたよね。ここからは好きな人に対して見せる恋をした対応について解説していきます。まず一つ目、女性は好きな人を目の前にするとにやけてしまいます。表情というのは自分自身でコントロールはできますが、表情筋自体は神経系の影響を受けますので気持ちが現れやすいんです。好きな人を見て幸せな気持ちになっていると自然と表情は緩みます。
それに怒っている表情よりもなるべく可愛い顔を見せたいから、自分でも顔を整えようと意識するんですよ。その結果、目をパッチリ開いたり口角を上げようとしたりするんです。時々好きな人を見ている時に表情が硬くなっている人もいますが、そんな人はかなり緊張しているのかもしれませんね。好きな人を目の前にして表情をどれだけ管理できるかは、その人の恋愛スキル次第となります。 5.LINE を途切らせない。女性は好きな人とずっとつながっていたいと思います。その手段として一番効率がいいのは LINE ですね。好きな人にはすぐに LINE を送るし、既読になるのも早いです。また返信も早くしようと努力するし、内容もより詳しく書くようになります。だから聞いていないことまで解説しだしたり、画像をつけてくることが多くなるんです。男性の興味がありそうなことについてのネタをつかんだらすぐに送りますよ。そしてそこから会話を発展させたり、会う約束につなげたりしたいんです。どれだけ忙しくても、どれだけ面倒なタイミングでも、時間がかかっても必ず返してくる女性はほぼ間違いなくあなたに恋をしています。疲れたから休むねとか、ちょっと今日都合悪いからとか、反対にあなたの負担になったら悪いからと言って切ろうとしてくる人は、あなたにそれほど強い好意を抱いていません。本当に離れたくなかったら、何があってもとりあえずやり取りを切ることなんてしないんです。 6. ふとした瞬間に見ている。女性は好きな人を見ずにはいられません。もし同じ空間にいるならチラチラ気にしちゃうし、ふとした瞬間に無意識に見てしまっています。目が合って笑うなら嫌な気持ちがないのは明確ですし、目が合いそうになってそらされるのもドキドキしているならば当然です。ただもしあなたの方が積極的に女性を見てしまっていて、それを不審に感じた女性が警戒心で見てくる場合もあるので、一概に見ていたから好意があるとは言い切れません。でもほとんどの場合は嫌だとか怖いと思ったら見ようともしないはずです。だってとにかく関わりたくない気持ちが強いですからね。ふとした瞬間にあなたのことを見ていて目が合う、もしくは目が合いそうになるのは、あなたのことを気にしているからであるのはほぼ間違いありません。でも好きな気持ちの大きさに関しては、この段階ではまだまだ分かりませんね。もしかして好きかもという曖昧な気持ちの段階でも、自分の気持ちの確認のために好きな人を見るってことは十分にありえますから。7. 視界に入ろうとしてくる。最近仕事以外であなたのそばにいることが多い女性や、あなたと行動を共にすることが多い女性がいるなら、その人はあなたに対して好意を抱いている可能性が高いです。その女性はあなたに声をかけてほしいとか、気づいてほしい、気にしてほしいって思って視界に入ってくるのかもしれませんよ。関心がなければ行動は共にしないし、嫌いならなおさらですよね。またあなたが友達と写真を撮っていたら入ってきたり、積極的に撮ろうとしてくる様子があるのも結構怪しいですよ。なぜなら女性はあなたの写真が欲しいと思っている可能性があるからなんです。一緒に写りたいとか、あなたの写真を自分のスマホに保存したいという気持ちがあるんですね。視界に入ろうとしてくるのは好意がある可能性が高いのですが、近くにいるというだけで友達としての好きと恋愛対象としての好きを見分けるのは正直困難ですよね。女性があなたに対してどの程度女を見せてくるかが見極める基準になると思います。とはいえ、あなたに恋愛感情が生まれている状況なら、きっとどんな姿も可愛く素敵に見えてしまうでしょう。余計に難しいですね。市場を挟まずに女性が女らしい態度を見せているか、色気を見せてきているかを見極められるといいですね。一番わかりやすいのは女友達に聞くという方法ですよ。あなたの好きな気持ちはその人にバレてしまいますが、女性のことは女性に聞くのが一番です。もしかしたらその女友達が間に入って協力してくれる可能性もあるので、その点を期待してみてもいいかもしれませんね。以上、恋に落ちてる女性の特徴についてご紹介しました。7つのポイントについて解説してきましたが、いかがでしたか？女性の性格によってどれだけ積極的にアピールしてくるかは違います。恋愛経験自体は多いのにこじらせ癖がある人は結果的にポーカーフェイスになることもありますし、
恋愛経験が少なければとにかくどう接したらいいかわからなくてそっけなくなることもあります。たとえ恋に落ちていたとしてもそれをどの程度表現してくれるかに関しては絶対的な正解は存在しないというのが残念ながらリアルなところなんですよ。なので今日お話しした内容が全てというわけではなくあくまでも一つの参考としていただけると嬉しいです。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。